漫才師かい、漫才コンビですかい待って、チョコどうも、何これ、4人目も分かってるよね、あらいめたまえよ、みんな頭があんだもん、送られました、ママに。え、なに、支援みな、まっすーこんばんは、失礼になりました。ちょっと今日はね、置く場所がない、どうしよう、前髪配信置く場所がないよ、ちょっと待って、テロップ打ってます、置く場所がないんだ、てやんでー、てやんでー、てやんでー、手持ち配信はいつぶりだ、マッシュこんばんは、あれ読んだっけ、こんばんは、ありがとうマッシュ、ジェシこんばんは、いわしよわしたわしたらいまわし強しで一生懸命考えた自己紹介なんだよね、あっち見なこっち見なみたいなね、ありがとう、一生懸命考えてくれた、それが嬉しいよ、そして今日もみーたん指ハート、こちらこそ、こちらこそいつもありがとう、よしあっち見なこっち見な、みなみな、みんなみな、みなみなかな、よっしゃピンク、そうピンク、みなみよ、なんでなんで、どうしたのみ久しぶりにメンバーからコメント来たんだけど、昔はよくあったよね、昔はよくあったよ、昔はよくコメント、私もしてた時あるし、されたりとかも、今と全然ないよね、昔は良かった、女子1日ずつ増やすお厄介たまのもら、もうじゃ続かなくなるよ毎日増やしたら、女子見え来たね、見え、イエーイイエイイエイか、ペペシマンヤッホー、だってペペシマンが多分これミユに言ってるよ、うん、めっちゃ久しぶりやわ、うん、めっちゃ久しぶり、置けないかな、うん、置けなそう、じゃあメンバー感出してみた、そういうことか、やばい、メンバー感出したのか、ミユに言ったのかと思った、前髪もやばいし、えなまこんばんは、来たやで、こんばんは、やっぽーやっぽー、じゃあ明日50分ライブイエス、中止欲しい、ありがとう、机の落書き、浴衣ライブいつぶりだろう、1年やってない、1年ぐらい、よし、まあ今日はカーテンの前ではないので、カーテンをちょっと心配な感じでいきますね、そう今いろいろあってね、カーテンの前じゃないですよ、え、ね、まあ狭いところで、イエス当たり、よくわかったね、なんか取れるとこがなくて部屋の四角に来てる、おきちこまわがまわん、あり
トーン。そうも浴衣。浴衣。浴衣、浴衣ですよ、明日は。なんか、その明日の浴衣が、なんだっけ、最後とか言われるんだけど、今年。わからないですね、まだ。だって去年は定期とかなかったから、対バンでしかできないし、みたいな。まゆ、初見です。初見、ありがとうございます。なんか、まゆって名前の方が多いんですね。3月の終わりに隅田の野外ライブ出てました。隅田ライブフェス、出ましたよ。隅田ライブフェス、うん。やっぱピンクだとイメージ変わりますね。変わる？ピンクはユリだからね、キリだと。私ミータン浴衣だ。俺はミータンの味方だ。でもなかなか面白いねそれ。いいね。だけど味方、侍はどちらで会えますか？よしま、家でですか？家で？なんだっけ？で三白眼。私の目。ちょっとビビる。でも多いよね。眉って、私友達にもいるし、まあそりゃそうなんだけど。やっぱ眉っていう名前は多いですね。西枕が来たけど謎のコメントだ。マスさん、ヤッホー、ヤッホー、ありがとう。女子浴衣する時夏いな。去年の一昨年マッスン、まだ懐かしい曲が終わらそう。なんかなんだっけ、なんだっけなんだっけ、あの懐かしい曲。そう、私ね、歌詞からすぐなんか、あ、言葉からすぐ歌っちゃうからね、癖なんですよ。だから出てきちゃった。他に味方ってつく歌は思いつかない。やっぱピンクということはプラモつくんですか？プラモデル作ったことないね、私。すごいと思う、ゆり。ボケです。ボケか。私さ、ボケをね、わからない。ボケとツッコミってすごいと思うよ。まゆ、女、待ってか、普通に、ごめんなさい、普通に呼び捨てしてしまった。まゆ、女音やってましたってことは女の子だから、まゆちゃんか。まゆちゃん。女音やってたんですか？隅田ライブフェス。女の子見たかな私。あ、名人が来た。女みなやほ。あ、もう名人一生忘れないから、覚えてるから。ありがとう。どうもこんばんは、こんばんは。ありがとう。なんかね、最近も、名前を思い出せなかったファンの方がいて、顔は知ってたのだけど名前が出てこなくて、たまーにあるんですよ。だけど私はそのまま時期に名前書かないとか嫌なので、ほら明治みたいに忘れてくれてもいいとじゃないね。もう忘れないよ。もうなんか忘れちゃうことはあるの、やっぱり。最近もあって、太陽くん初めまして、だけどこんばんは。え、太陽くんはだってミルキーの太陽くんでしょ。あ、あれあれ違うっけ。え、そうじゃないの。初めましてすぎて、じゃあその太陽くんじゃないのか。こんばんは、初めましての
太陽くん覚え方は、俺やっぱそうじゃん。よかったよかった、合ってたよかった。だって3個ぐらい名前あるもんね。まあ、本名は早稲田だから3個名前って言ったりやけど。住所おととしのお示しチェキもに持っていこうと。おととしのブスだ、おととし。ケンケンもこんばんは。ケンケンありがとう。あの新木場ではツイッターまで載せてくれて嬉しかったです、ありがとう。でミュウが、たまにミュウもあるから、まだミュウ見てくれてるんだけど、ありがとうミュウ。どうしたの、眠れないの。ジャムさんこんばんは、初見です。こんばんは初見。さっきママに大きい声出さないでって言われたばっかだけど、ありがとう。キュイーンズというグループのモミナと言います、19歳です。ペペシもアドル大変覚えるの苦手。なんかでも全然もっと覚えるの大変な知名度高いアイドルさんもいるし、私は頑張りたいんですけど、やっぱ難しい時は難しい。どうしてもインパクト残って覚えやすい人もいるけど、まず覚えられてないと勝手に思ってます。まだ会いに来てないです。そうだしな、あでもツイッターでみずきんとかもチェキ載せてます。名人忘れられても仕方ないのかな。なんか名人は逆に思い出す、一回思い出せなかったことがあって、また聞いてからもう忘れないなんか一回忘れられてもう一回聞くと大体忘れないの。大体って言っちゃった。大体なぜかというと、まあ、一度その人を傷つけてしまって、自分もすっごい決心でもう一度名前を聞くっていう行動をしてるから忘れないの次は。だから忘れてもう一回聞くともう覚えるよ。チョイス全然可愛いよ、ありがとう。みゆ寝れへん、ほらほらみゆ的に寝れへん、わかんない。テプちゃん逆にあまり名前を言われたくない人、そういるの、いるんだよね。えでも名前覚えるすごいと思う、すごいと思う。でも私はまだ全然そんな有名アイドルじゃないですし、来てくれる人のことは覚えたいです。本当だ、みゆめっちゃ星投げてる、星はめっちゃ投げてますって敬語だ。どうもただいまそちらに向かい中、え、あ明日来てくれるんだよ、どうもありがとう。定期楽しもうね、浴衣。テビシもお姉さん感を出した落ちた、携帯から曲流してるので。まあね、私お姉さんだから、ミユのお姉さんだから。そうもまたミユちゃんとのコラボショールーム見たいです。あーミユんちでやったあれか、またって言われて近々誰かとショールームしたっけと思っちゃった。今最近メンバー同士でやんないからね、ショールーム。まあ毎日アイドル何日目今日って、なんか本人は見れないかもこれ。あんなにもうこんだけ続けてるとね、そうなるわちょっと名前バレてないよな、わらみーたんからあだ名ので、それはありえないわら。つよしがそれ言ったらね、他のファンの人がダメだよまあでも私は完全に私推しの人のことは知らない人はいないと思います。ラプシマキュイ頑張っちゃおう、サイバーさん似てない、そう似てないの。てかサイバーさんまだ似てない、私は似てない、ごめん、私は雰囲気で出した
じゃあ気づいた、ほらそんなヤバじゃない。よかった。でもなんか自分は傷つけちゃったなって思っちゃうの。なんか最近も忘れちゃった、もう一回聞いたら、ああもう来ないねって言われたことがあって、でもまあ私もアイドルなので、そんな一人一人にすごい重い心情を持てないので、ああそっかみたいな。まあ自分も忘れちゃったし、その人が私が忘れたことによってそうするならそっかって感じ。私は自分のことを好きな人と頑張ってスーパーアイドルになりたいなって思うし、私逆にヨッシー誰だっけになってるか。だってメンバーみんなまだヨッシーって呼んでるよ。待って、山風が来た。こんばんは、初見詐欺です。もう詐欺って言ってるからしてないよ詐欺。ありがとう。マス早く会いたいです。待ってます。次はいつ来れるのかな。マスってよくあるあだ名だよね。マスなんとかさん名字だと。いいよ、お姉ちゃん、わらわら。お姉ちゃんに、でもなんか私より全然みずき、あのミッキーさんの方がお姉ちゃんっていつもみゆ言ってるから。お姉ちゃん大人。名人明日定期だと。俺そうだよ、明日定期だよ。名人定期は来るの。女子明日署名あるよな。いつも撮ってるっけ定期の時。どっからごめん、ちょっと今ね戻れない記憶が。よし、ミュウさんを押し投げるのなんとかなんとかに注意してくださいって。くまちゃん、こんばんは、くまちゃん、こんばんは、くまちゃん、ありがとう。お姉ちゃん焼肉食べたいね。それ私のセリフ。私ここ最近ずっと焼肉食べたいの。行けてないけど。いや今ね857日目かな。もうそれだけやってたらなくなるよね、メンバーでやるのなんて。そして引退者見たら、いやもうなかなかやらないよ。もうフェアリーズ1年ぶりに行って、あれって言われて確かに。いやフェアリーズはフェアリーズさんは嬉しいよ。なんかね、私もねすごくて、あのフェアリーズさんのまひろちゃんのあの握手会行ったんですけど、行って、あの生ハムと野球のさんの TDC ホールのライブの時に遭遇して、叫んじゃいましたって言ったら、え、それあのわかるかもって言われて、わかるかもって言われて嬉しかったことがある。それかよみたいな。認知とかじゃないけど全然。あと神宿さんのひなぷーさんとか、私の顔を見るたびにって顔してくるから、多分顔は分かってくれてるんだろうね。一回対バンして写真撮ってもらって、で普通に特典会も行ったことあって、実は別の日に。嬉しいよね。誰が好きなの、ペプシのフェアリーズさんだと。私前はよくライブの間足あるといいんやけどね。そうライブとライブの間がね。あ、クレナピが来た。お飲みなや、やー、ありがとう。おかえちゃんもスネメドブ、あ、AKB の方、わかんない、合ってる合ってなかった、ごめん。まずこれがなだんつきようもつけられないもの。マスでしょ、うん、マスレイト。いいお姉ちゃんみたいけど、大人って言ったらミッキーさんかな、まだ。だって、あ、お姉ちゃんは確かに私だね。私の方が近いもんね、距離。あ、きちゃん大阪でやったはずだったの分かってもらって嬉しかったよ。うん、なんか SNS をちゃんと反応してくれてる人は分かる。だから
なんかいろいろサボってるのに覚えてないのっていうのは正直つらい。ちゃんと SNS 楽しんでくれたりとか、それこそ、まあ、来てくれてるとかショールームとかもよ、そういうのをちゃんとやってくれて覚えてないのだったら分かるけど、まあ、分かりたくもないけど、だって自分が忘れちゃってるったら悲しいじゃん、その時反応してくれてんのに。だけどそういろいろとね。ボウキチは分かるよ、別に定期にしか会えないって言ってたら申し訳ない。そうだから顔見るんだけど、まあ当たり前のように私のチェキに、てか自分のチェキに来ないと分かんないよ誰が来たか。あんまり、まあ、ライブであまりにもあまりにもって言ったりとか前列だったらもう分かるけど、後ろの方で見ててなお物販来ないじゃ分かんないから難しい、いろいろと。名人確かに見る、あ名人だと思うもん私。ペプシも検証員、あー検証員ね。ねえみゆがなんか送ってきたんだけどスクリーンショット、何気にいいよ。あそういうことかよ。ウケる、ほんとだ2位だ、みんなみゆに星負けてるよ。まだ見てるからバックグラウンドで音聞こえるんでしょ、みゆ知ってるよ、バックグラウンド知ってる、みゆ中止みーたんと明かす会話できるオフ会、もうそんな私のまだ私じゃ個人でオフ会はできないよ。えなままひろちゃん会わかる、でも私は伊藤さんが好きなんですね。なぜ伊藤さんって呼んでるかっていうと、もうかなりリスペクトしてるから伊藤さんです。おトラウマさんとかトラウマ三蔵四十三、こんばんは、こんばんは、なんて呼べばいいんだ、四十三。よし、もうひなさんに聞いてみますよ。ひなさん、誰ひなさんって、私フェアリーズ前地元で見た、あ本当。よし、おかちゃんキュートわかる、あキュートさんわかる。よし、もうお姉ちゃんお腹すいた、なになに、お姉ちゃんはねついてない、うん、前から好きだったの俺。あーフェアリーズも図だ。親近感じゃん。くねピナプーと初チェキの時色が違うから私推しじゃないって言われた。色が違う、クルナピア何色にしたの。でも私前はヒナプーさんとミカチンさんの揺らいでたのが今はすっかりミーニャン推しになりました。やばくないこれ。名人目立ちすぎみたいなので控えます。何ショールームが、あライブ、そんなことないよ、もっと目立っていいよ。トラウマ三蔵です、ごめんなさい。私なんて言ったの忘れちゃったよ。みゆみゆメイリン、そう前招待があったのでみゆと神原さんのライブ行ったんですよ、広いとこの。よしひなさん、神岩の小豚さん、そうだよ、小豚の国に君、あ小豚の国、あれ小豚、あもうちょっと分かんなくなっちゃった。トラウマ三蔵さん19歳になったのかな、そうです19歳だよ。よしも姉で落ち着く、落ち着く、あミーニャンってこと、ミーニャンさん姉妹を好きだね、私とみゆで合わせて橋間姉妹、みーみやんは笑う、ドラえもんさんテレビットも好きだよね。ハマってた時期がありましたね、テレビットさんは、あのあゆちゃん、あゆちゃんとさくちんさんが好きです。テレビション間違えた、みーにゃんね、みーにゃんかわいいから前そのミュート行ったライブで帰り着をハイタッチあったんですけど、私たち招待でアイドルだけどハイタッチして帰りたいじゃないですか、せっかくなら帰ったんですよ。ミーニャさんに推しになってからミーニャさんに会えるの初めてだったので、推しですって言ってくれた、めっちゃ可愛かった。柳山さん、どんどんめい、どんどんどんめい、どんどんめい、ドラマさんとさん、あれは復活したの、あれあれって何、
昔の CD のラベルのやつ。ベッド？ん？ベッドはやってるよ。今もベッド券あるよ。はい、どうした？じゃあ今日はもうそろそろで終わりたいと思います。貯めると物販できるやつ、貯めるとベッドかな、ベッドできるよ。今はやってないけど、私明日からミータンのことミーニャンって言う。うん、それは違う。で別にお腹空いたので団子食べてます。あーいいな、みたらし団子、白玉団子。ドラマ三蔵、昔の C のレベルの、そう、昔のは使えないの。私もあっちみんな、こっちみんな、休みな、休みな。とも、星ありがとう。ありがとうも。私も、のり巻き。のり巻き？なんで？ドラマ三蔵、ドラマのデビューの時は懐かしい。あー、二期生がプラム三蔵を披露目した時ですか？明日とにかく楽しもうな、楽しもうね。よし、あ、やばい、なんか言った。よろしゅう。ドラマ三蔵来てくれたんですか。ドラマ三蔵さんは、よし、まあっちみなこっちみな、おやすみゆ、おやすみゆ言ってくれたんだけど、ペペシマンが。私いっぱいミタンコールするからな、言ったな、聞くからね。ミルキは知ってるよ俺のこと。そうなの。私はその時を来てくれた人で覚えてる人いるけど、トラウマ三蔵は多分チェキ取ってないよね。ミユのミユ、ミユです。だからペペシマン、あのボケるから多分ボケだよ、分かってると思うミユのこと。じゃあランキング読んで告知して終わってると思います。ドラマさんとあなたも知ってる人だよ。そうなの、チェキ取った。ドラマさんぞーって書いたっけ。ドラマさんぞーチェキはたくさん取ったね。たくさん取ったの。ドラマさんぞーっていう名前の人はいなかったよ。ね、それで私も思った。みゆの LINE、 私交流しないことないや。うん、ないっけ。たまにあるくない。あ、人区切りとか。ドラマさんのみんなしか撮ってないよ。名前を変えてるでしょ、そういうのはね。名前をちゃんと言ってほしいな、私は。見直しだもんね。よしも6位みゆさんに負けた。そう、みんな、あ、でもチョコが、あ、みんながみゆ、あ、みゆ、あ、いや、言うてみゆ3位だ。ミユからいびきがすごいって。誰かな、ママだね、ママのいびきです。まあ大丈夫です。あのね、トラウマ三蔵って名前のファンの人いなかったんですよ。だから名前をね教えてくれないと。でもなんとなく予想はついてます、誰かはね。ミユ抜いた、やった。みんなミユに負けてる。まあまあね、リラックスショールームだもんね。私あれは他の方にもコールしてほしいからの。ああ、そういうことか。ミユ負けた。会話してるけど、
よしみきは触れずに我慢したみゆが触れてきた。チョコみゆたち星頑張れ。そうだね、ほらみゆとチョコが今推しじゃんで星をペプシマンも投げた。みんな推しみんなまあ待ってあかんだって。ジュース4位かやっぱり弱しです。ハートが飛び出てんだけど強しのアバター。全部なくなったって。あ、エノアマも星もうねえわって言ってる。ありがとう投げ切ってくれて。あっちくんこんばんは、こんばんは、ありがとう。じゃあランキングよって読んで告知したら終わりたいと思います。検証になりそう。ありがとう、そんな投げてくれて。ママ、ママのいびきがすごいって。みんなが。起きましたママ。みゆ全職99個あったのに投げ切って。でもさ投げ切ってるからまあそれなりの順位だよね。やっぱ3位っていう。そうまあ星が足らん。貯めてないんだろ。貯めていいんだよ。おき最初おつわりありがとう。こちらこそ。じゃランキングを今日のランキング10位から。10位まこありがとう。10位まっすーありがとう。まっすーってあだ名の人人生で6人ぐらい会ったことある気がする。ごめん適当に言ったから会ってなかった。8位そうまありがとう。7位えぬはまありがとう。えぬはま6位ペプシマンありがとう。5位くまちゃんありがとう。女子4位ありがとう。3位みゆたそうありがとう。たそうチョコ2位だありがとう。1位とも、とも明日じゃともにはスペシャルメッセージを送ろう。今日1位だし明日は大阪からはるばるキュイーンズに会いたすぎて定期公演を大阪から飛んできてくれるという報告を聞いて、とてもとても嬉しかったです。それだけ私たちのことを好きでいてくれて、定期に来てくれて本当に嬉しかったです。明日トモがザセラオ楽しめるように頑張りますので、やん。ペプシマお母さんお邪魔してます。ペプシマがお家に来てるみたいな。ちょっと星投げが地味でミエタに気づかれないオタクです。なんか星投げは見えたら言ってるからごめんね読まれない人とかわかんないけど。わざとで、わざと避けてるとかない。あの、私がちょうど見てる時の押し投げって言ったら言う。予想したお名前いいですよ。お疲れ様です。多分、この文章と、あと、昔からっていうワードだと、皆呼び的に、公開長なので、元気してますか？もう全然、何も反応ないし、最近、あるメンバーと、何してるのかなって話はしてたんですけど、えなんありがとうありがとう。中心見た好きだわ。そこです。たそ虹にいたな。そこかいありがとう。そこチョコ変わった字はそう変わったなと思った。共に愛を伝えてから愛を伝えてる最中に。よしもありがたいファンの方ですね。ん？あ、トモのこと？みゆ、大阪からリュウダさん、みゆが、トモに。つけてきてや。
ありがとう、本当に。じゃあ告知するね。やべしも大阪から、やっぱそれだよね。ちょっと待ってね。明日の定期公演のことから言いたいと思います。明日はキュイーンズ定期公演第2回一足早い浴衣縁日の巻ということで、開演時間は19時、開場時間は18時半、渋谷のマルコロームさんであります。明日前より2000円プラスドリンク代なんだけど、もう日付変わっちゃったから当日券しかないかも。ゆり完全プロデュースの全員浴衣で、今回はなんとライブの前に、開演の19時からは縁日で、20時からは特典会で、21時50分からライブという形ですので、楽しみましょう。浴衣です。明日は一日中ライブもで、あ、こっから3日連続ライブなんだ。で、最終日は 3本ライブあるのにみたいな。6月22日は、恵比寿クレアートさんで、マケングミさんのライブ。出演時間18時50分です。土曜日。で、6月23日は、新木場スタジオコーストさんで、まず2本あります。東京アイドルウォーズ2019大江戸歌姫合戦です。田中ゆい、大江戸歌姫合戦、あ、読んだ。10時50分からの野外ステージと13時55分からのラインジステージ、2つ出演があるので得だと思います。来ると手が痛い。で、その後は激盛りです。スペースオットさんで出演17時半。まあ、こんな感じ。あの、私演技愛なんだもん。これ終わったらつける。6月30日はライブの後に、なんとオフ会もあるんですよ、キュインズ。ちょっとそちらのオフ会忘れてる方多いかなって思ってるので、ぜひ来てください。あと7月23日は無線のライブとかもあります。どうも2人ともありがとう。いえいえ、呼びしました。定期なんですね。そうだ今日異常に咳が出るんだよ。ペペシマ定期来てるじゃん、内緒で。私とは喋れないし、多分後ろの方にいて見えてないのと、あとミズキンのチェキしか行ってないから。あ、でも全チェキもあるっけ。で、ペペシマは名前呼ばれるのあんま好きじゃないのかね。私がペペシマンだって思うと、なんか逃げられる気がする。私明日ミナ、今日ミナ、あのミナです。今日ミナです。でもちょこちょこ行きなごめんなさい。いや、まあ読んでる時にね、あのワースタさんのショールームもそうだから、今読んでる時に変動しても、私たちが、和田さんが読んだランキングがランキングなのでって言ってるから、変わっちゃうのはしょうがない。一番忘れてた。ん？いつもと違う流れ？ん？とか、山田に出してよろしくお願いします。お願いします。だって、チョコが、ともに。私、俺のまたみんなトークテーマになってるわ。確かに。笑った。なまけんがみドミドフェストが出れるんよね。そうなの。よし、お母さん大事なお気をつけください。お母さんは元気ですよ。じゃあね、終わりたいと思います。今日も配信見てくれた方ありがとうございます。ありがとうございました。明日の定期公演楽しみましょう。では、私たちベッドできるアイドルキュインズの好奇心旺盛な国娘みーたんことのみな19歳でした。ありがとうございました。みー、お疲れ。また明日、明日
ジェスチャーまたしたな、またしたな。そうまんまた。ルプシマンはこれ手振ってんだもんね。ありがとう。また同じコメント。エナーマハシありがとう。こちらこそ夜にありがとう。みんな明日も頑張って行こうね。頑張ったらキュウの定期の人もいると思うし。バイバーイ。